皆さんこんにちは。こんにちは。今日はリクエストがあった商品を紹介していくのだ。スポーツドリンクね。暑くなるから需要が増えてくると思って買ってきたのだ。量は 525ml、 ちょっとだけ多いね。トップバリューだとたまにあるわよね。少しだけ多いパターン。スポーツドリンクは水分、エネルギー、ミネラルを補給しやすくした清涼飲料水。スラムダンクが好きな人にはミッチーが脱水症状でポカリの缶をカチカチしてたのでおなじみだね。アクエリアス派の人はどんな気持ちだったのかしら。これは2社で作っていて、どちらもプライベートブランドに力を入れてる会社さんだね。残り2つはコカ・コーラのアクエリアスと大塚製薬のポカリスエットね。説明不要、スポドリ界の2大巨頭だね。コカ・コーラシステムってのがあってね、日本ではこんな感じで作られてるんだって。現役製造ってあるけど、日本コカ・コーラしかやってないの？現役工場は滋賀県の森山工場だけなんだって。一箇所で厳重に作られてるってわけね。現役を他の17工場に渡して商品が作られるそうだよ。最後はポカリスエットね。大塚製薬は点滴を作ってるんだけど、病院で点滴を飲んでたお医者さんがいたことを知り、ポカリの研究が始まったんだって。体液に近い調整で吸収しやすくしてるから、薄めて飲んじゃダメなのだ。甘いからって薄めちゃうとダメなのね。冷蔵庫で冷やしておいたのをグラスに注いでいくのだ。色は白さがちょっとあるけど透明感があるわね。飲みやすくするために香料が含まれていて、これが白く見えるそうだよ。あとは無色透明より白い方が売れ行きがいいって話もあるね。アメリカだとゲータレードってスポーツドリンクがあるけど、派手な色をしてるからイメージが大事なのかもしれないわね。じゃあトプバスポドリを飲んでいくよ。ドリンク類って当たりが少ないのよね。妙な味がするのだ。妙な味？喉に張り付くエグミみたいな後味があるのだ。すっきり飲みやすいって書いてあるけど、本当かな？トプバ商品ページのレビューはどんな感じなの？レビュー数が17件で平均 4.3。 安くて美味しい、甘さ控えめって意見が多いね。たまにこのパターンあるわよね。個人差かもしれないね。飲めなくはないけど飲みたくないかな。そういうことで星評価は2なのだ。念のためにアクエリアスとポカリの味も確かめるのね。スッと入ってくる感じがするね。清涼感ある甘みで香りが少しあるかな。妙な後味はないね。最後はポカリスエットね。念のために確認しとこう。スッと入ってくるけどアクエリアスより甘いね。香りはほんのちょっとあるかな。好きなのは1位ポカリ、2位アクエリ、大きく開いて3位トプバって感じかな。ポカリとアクエリアスは好みの違いだね。どっちも美味しいのだ。トップバリューでは太刀打ちできる相手ではなかったわね。トップバはアクエリアスになりきれなかった味って感じだったね。スポドリは基本薄めず飲むってことだからしなかったけど、氷をガツンと入れてレモン汁を入れれば案外いけると思うよ。そこまで行くと別の飲み物になっちゃうわね。スポドリって水分やミネラルの補給って目的があるから、トップバはそのあたりどうなのってところは分かんないんだよね。味や見た目で分かる部分じゃないものね。トップバは安いけど安心感が他2つに比べ低いから、このあたりを補うものが欲しいね。具体的には研究データや補給の仕組みをホームページに掲載するとかかな。何でもいいんだけど購入者を安心させる情報が欲しいね。トップバリューのブランドイメージは高いとは言えないものね。まあ値段が安いからジュースと思って買うのがいいんじゃないかな。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。